フィギュアスケート女子の紀平理科、トヨタ自動車、ガハツ科、自身の SNS を更新し、故障の状態などを報告した。今期は、おととしに疲労を骨折した右足首の状態が昨年の全日本選手権で悪化し、完治に至っていないことから、試合出場を見送っている。紀平は自身のツイッターに動画を投稿し、今期はコーチ、トレーナーさん、お医者様とミーティングを重ね、 試合に出場しないで怪我の完治を優先することを決断しました、と改めて説明。現在はトロントでトレーニングと怪我の治療に励んでいます。来季は健康、そしてパフォーマンスも完全復活を目指して、全力で毎日頑張っていきたいと思っています。皆様引き続き、見守っていただき、応援していただけると嬉しいです、とメッセージを送った。 平は2026年ミラノ・コルティナ・ダンペッツゴ五輪を目指して今期は治療を優先することを表明全日本選手権12月長野市の予選を兼ねた中部選手権名古屋市グランプリ GP シリーズ第2戦スケートカナダ10月27から29日バンクーバーも欠場を発表していた